物置のオルゴール幼い頃物置で遊んでいる時に一台のオルゴールを見つけた真っ黒なオルゴールでなぜか細い糸でぐるぐる巻きになっていた糸を取り外しネジを巻いてみるとまだちゃんと音楽が鳴ったそれは聞いたことのない音楽で 聞いていると、なんだか体がポカポカしてきた。暖かくて、なんだかいい音楽だな、と思っていると、父親がやってきて、こらと、私を大声で怒鳴りつけた。父親は、私からオルゴールを取り上げて、それをまた、細い糸で巻き、さらに、 ガムテープでぐるぐる巻きにした。私は家に連れ帰られ、泣きじゃくる私に父親があのオルゴールについて話してくれた。あれは前にうちの親戚が経営していたホテルに置いてあったものだ。音楽を鳴らすとオルゴールの周りの温度が上がるという不思議なものでな。 冬は巻き入らずで重宝したそうだ。だがある時事件が起きた。子供がいたずらをしてオルゴールのネジを無理やり回したんだ。するとオルゴールからすごい速さで音楽が鳴って、たちまちホテルのロビーは炎に包まれたそうだ。私は父親の話を聞いて、 あの真っ黒なオルゴールの姿を思い出した。私が聴いた音楽の何倍もの速さで奏でられる旋律と激しい炎を想像し、私は身震いしたのであった。 暗闇乗車券私は小さい頃から暗闇が苦手だったのそんな私に兄が暗闇乗車券というものを作ってくれたその乗車券を使うとベッドの中で兄がお話をしてくれるの私はそのお話を聞きながら いつの間にか眠ってしまったわ。でも兄が亡くなってしまって乗車券は使えなくなってしまった。両親はしばらく私が両親と一緒に眠ることを許してくれたわ。もしかしたら両親にとっても私が必要だったのかもしれないわね。しばらくして 私は一人で眠るには十分な年齢になった。私はまた一人で眠るようになったのだけれど、まだ暗闇が怖かった。だから私は暗闇乗車券を握って眠ったわ。そうしたら兄がお話をしてくれたの。それも新しいお話をよ。 誰も信じないけれどね。そうやって私は今日まで暗闇を克服してきたの。兄が乗車券の有効期限を書き忘れてくれたおかげね。ロッキングチェアに座っているリアおばあさんは暖炉の前で寝息を立て始めた。ここは 身寄りのないご老人のお世話をする施設で、僕がリタおばあさんと知り合ったのは随分前だったけれど、こんな話を聞いたのは初めてだった。話を聞いていた僕たちは暖炉の火を消して、いつものようにリタおばあさんに暖かい肩掛けをかけて電気を消した。リタおばあさんはいつもここで眠りたかった。 一番遅く人がいなくなって一番最初に人がやってくる場所だからだそうだ。もしかしたら今でも暗闇が怖いのかな。リタおばあさんは文字のかすれた暗闇乗車券を握りながら寝息を立てている。僕は同じ施設内の従業員に割り当てられた寝室で想像した。 今も、リターおばあさんは、お兄さんのお話を聞いているのだろうか。朝、冷たくなっているリターおばあさんを見つけたのは僕だった。ロッキングチェアのそばに、あの暗闇調査券が落ちていた。仮葬場で最後のお別れをする。身寄りのないリターおばあさんを、 従業員みんなで見送るのだ。最後のお別れが終わり、リタおばあさんの体が滑走路に運ばれていく。僕はいつもこの瞬間、どうしても胸が締め付けられる。しかし今日は違った。コトンコトンと音を立てて線路を進む電車のように、リタおばあさんが 火走路の暗闇に運ばれていく。もしかしたら、リタおばあさんにとって、その場所は、好ましいのかもしれない。だって、僕たちは、あの暗闇乗車券を、リタおばあさんの棺に入れたのだから。 が旋風昔ある村で稲作農家が大打撃を受けた育てていた稲から米がすっかりなくなってしまったのである一体誰の仕業なのかまさか稲子かすぐにその原因はわからなかったしかし 調査の結果、驚くべきことが分かった。稲を襲ったのは、風だったのだ。風が、稲になった米を食べている。次の年も、同じように米は食べられてしまった。これではもう、生きていけないぞ。一人の農家がつぶやいた。と、 村一番の知恵者である老人が言った。米を炊いて振る舞えばいい。次の年、村人は米を炊いて風の到来を待った。今年も稲を襲われたらもう終わりだ、と農家は震えた。しかし、なんと風は炊いた米だけを食べていったのである。 稲は無事だった。炊いた米の方が美味しいからのう、とジーは笑った。次の年からは何もしなくても稲が襲われることはなくなった。一度炊いた米の美味しさを知ってしまったからだろう。しばらくはそれで良かったのだが、今度は 家畜に影響が出るようになった。風が吹いた後、家畜が食べられているのである。それではたまらないということで、炊いた米を奉納する祭りが年に一回行われることになった。これは私の住む町に語り継がれる伝説である。普通なら信じないような話だが、 この街では誰も疑う者などいない。なぜなら毎年その目で風の姿を目の当たりにするからだ。今年も家族一人につき一つおにぎりを握って神社に納めた。町中からおにぎりが集まりおにぎりの山ができた。おにぎりが揃うと空気の流れがぴったりと止んだ。 町の人たちが足早に帰路につく。私は母親に手を引かれ神社を仰ぎ見た。町の入り口にある森が震え出す。今年も腹をすかせた巨大な突風がやってくる。 勧誘・甘味処刑事の米倉はパートナーの木林と一緒に甘味処と書かれた店に入った二人は店のマスターらしき男にカウンターに案内され腰を下ろしたテーブルの方が良かったのだが予約されているというここはあらゆる悪質な勧誘が行われることで有名な店であるとの情報を入手した 違法なマルチ商法、売春、百物など。木林はのんきにパフェを頼んでいる。甘いものが苦手な米倉は甘くないものを頼もうと思ったが、店のメニューはすべて甘いものだった。仕方なく、比較的甘さがましだろうと思われるオレンジジュースを注文する。今、店には米倉たちの他に、 二組の客がおり、二組ともテーブルに座っていた。ほんのわずかだが、話し声が聞こえてくる。絶対安全だから。友達を誘うだけでお金が儲かるんだよ。そんなフレーズが聞こえてくる。間違いない。やはりここでは、悪質な回遊が常習的に行われている。木林に目線を送るが、 木林は美味しそうにパフェを頬張っていた。カウンターの向こうにいるマスターが、気に入っていただけて嬉しいです、と目を細める。それから、米倉の方を見て、何か別のものをお持ちしましょうか、と聞いた。気がつくと、全く手をつけていないオレンジジュースが汗をかいていた。ああ、いえ、大丈夫です。オレンジジュースを一口含む。 マスターがなおも話しかけてきそうな雰囲気だったので、相手を木林に任せ、米倉は文庫本を取り出した。今はテーブル席の客の話を聞いておきたい。ああ、それ、枕ン吾の新作ですかマスターが本を見て言う。仕方なく米倉は答えた。ええー、そうなんです。枕ン吾お好きなんですかはい。 デビュー作がいいですよね。あのトリックはなかなか思いつかない。そうですね。あれはミステリー界に残るトリックだと思います。つい会話に乗ってしまう。待てよ。これはまさか。ヨネクラは手持ちの小さなカバンから紙を取り出して、紙にメモをした。マスターがなおも話を続ける。私、マクラ先生のファンで、 いろいろなサイン本やグッズを持っているんです。どうですもうすぐ店を閉めますので、家に見に来ませんかえ、いいんですかそれはぜひ。米倉はそう答えながら、紙を封筒に入れた。木林が、楽しみっすね。などと言って、口についたクリームを拭っている。ダメだ。奴も手遅れだ。これだけでも出さなければ。 ヨネクラは、失礼、と言い残して店を出た。向かいの道にあるポストに封筒を投函する。その後、ヨネクラは、一歩、また一歩と店に戻っていった。いつの間にか客がいなくなっている。マスターがニコリと微笑んだ。それじゃあ行きましょうか。 城島は苛立っていた。米倉と木林が帰ってこない。城島は部下を呼びつけていった。違法な勧誘が行われているとの疑いがあるどこ所に捜査員を送ったが、帰ってこない。様子を見て来い。はい。ただし、店の者には口をつけるな。どういうことですか城島は一枚の紙を取り出した。 そこには乱雑な字でこう書いてあった「店の甘いものを口にするな逆らえなくなる」「オンドペン」「小八木博士に呼び出され 私は博士の研究所に向かった。やってきた私に博士は言った。まあ、コーヒーでも。ホットとアイスどちらがいいかね。じゃあホットで。私がそう言うと、博士がコーヒーを入れてくれた。カップを持って口をつけると、冷たい。混乱している私を見て、博士が、ふふふ、と、不敵な笑みを浮かべた。 それから一本のペンを取り出し、その先をアルコールティッシュで消毒した。そして博士は何を思ったか、ペンを私のコーヒーの中に入れた。と、冷たかったコーヒーから湯気が上がり始めた。もう一度飲んでみなさい。博士にそう言われて私がコーヒーを飲むと、今度は熱々のコーヒーになっていた。これはね、 水の温度を変えることのできるペンなんだよ。例えば、風呂なんかに水を溜めて、このペンで40度と書けば、たちまち風呂が湧くというわけだ。ちなみに、先ほどコーヒーに使ったペンは新品だから安心したまえ。へえ、すごい発明ですね。そうだろう、そうだろう。冷たい飲み物が飲みたくなったら言ってくれ。 私はこれを叱るべきところに送らねばならん。博士はそう言うといそいそと作業を始めた。叱るべきところというと宇宙開発をしている人たちのところだよ。宇宙空間だときっと温度を保つのが大変だろうからね。えっと宛先は。博士は宅配便の送り状を取り出し宛先を書き始めた。 ルーマル町1200番地のその瞬間送り状がバーッと燃え上がったどうやら小柳木博士はあの温度ペンで送り状を書いてしまったらしい博士は水以外にも反応するのかと驚いているいや髪の中に含まれる水分が熱エネルギーでそんな風に考察している博士を見て 私は思わず笑ってしまった。なんだね。不思議そうにこちらを見る博士の毛がチリチリになっている。これでは小焼き博士というより小羊博士だなと思いながら私はコーヒーを飲んだ。 霧の中の中子供「私が河川敷を一人歩いているとモヤモヤと霧が立ち込めていたそしてその中に赤ん坊がいた何だろうあれ不思議に思った私が霧を見ていると霧の向こうから女の人が走ってきた女性はランニング中らしく霧には気づかない様子でこちらに走ってくる」 大丈夫かなと思っていると、女の人が霧の中に入った。すると、霧の中の赤ん坊が女の人の体にスーッと入っていった。あ私は思わず声を上げたが、女性は何も気づかない様子で走り去っていった。今のは何だったのだろう。そんな出来事を忘れかけていた頃、 私はまたた。を歩いていてすると目の前からお腹の大きな女性が歩いてきたそれはあの日ジョギングをしていた女の人だったもしや私が見たあの霧と赤ん坊は魂のようなものだったのだろうか数日後私が駅を歩いていると駅のベンチで同じ学校の友達がボケーっとしていた 口から何かもやもやとしたものが出かかっている。おはよう。私が後ろから友達に声をかけると、友達の口からつるんと何かが抜け落ちた。え友達は白目を向いている。や、やばい。私は慌てて友達の口から出た魂を戻した。すると友達は私を見て、 あ、おはよう」なんて言ったのであるそれから私は注意深く周りを見るようになりそしてたくさんの人の魂が抜けそうな状態であることに気づいた電車の中授業中あらゆる場所で人から魂が抜けそうになっているあんなに無防備じゃ死神か何かが来たら一貫の終わりだ 何とかしなきゃ、と私は思った。数年後、私は自分の特性を生かした仕事に就き、ついにテレビ出演を果たした。その番組の題名はこうなっていた。今急増中の口呼吸を直して鼻呼吸に切り替える方法を呼吸インストラクターに学ぶ。 悟りのスリッパ。おはよう。げっそりした顔の同僚が出勤してきた。どうしたずいぶん体調が悪そうじゃないか。いや、最近おかしなスリッパを買ってね。スリッパああ、悟りのスリッパっていうものなんだけど、それを履くと悟りを開いたように無欲になるんだよ。 食べるものも少なくていいし、あとは瞑想していれば満足っていう具合にね。ほら、俺酒好きで家にいると飲んじゃうし、メタボ気味だから、食べる量も減らさなきゃってことで。おかげで、この通り痩せたんだよ。へえ、効果てきめんじゃないか。俺もそのスリッパ買おうかな。いや、やめとけ。なんで 俺みたいになるぞ。俺みたいにって。スリッパを履いている間、欲が抑制されているからなのか、スリッパを脱いでベッドに入ると、腹が鳴るやら、酒が欲しくなるやらで、寝不足になるんだよ。 星のストロー夏の夜、義彦はめいの里子に行った。里ちゃん、面白いものを見せてあげる。義彦と里子は二人で小さな山に登った。義彦はストローを一本取り出すと、口にくわえてその先を夜空に向けた。それから義彦は、 すーっと息を吸い込み、夜空に輝く星々を吸った。義彦は吸った星を吐き出して、サトコの前に散らしてやった。さらに義彦は口から星を輪っか状にして吐き出したり、鼻から出したりした。サトコはそれを見て、大はしゃぎである。でもおじさん、 星を吸っちゃって大丈夫なのほんの少しの間だから大丈夫さ。星はすぐに戻っていくからね。目がかすんだかなとか、機械の故障かなとか、そんな風に感じるだけさ。それからサトコが、私もやってみたいというので、義彦はサトコにストローを渡した。サトコは、 ストローを夜空に向けて思いっきり吸い込んだ。と、星をいっぺんに吸い込みすぎたらしく、里子がむせて、その表紙に鼻から星が出てきた。義彦と里子は、それを見て、ゲラゲラと笑った。義彦と里子が山から帰ってくると、里子のお母さんが言った。 二人ともどこ行ってたのほら、ニュース見て。テレビでニュースが流れている。なんと、北極星が亡くなったらしい。あ、佐藤ちゃん。義彦が佐子の鼻を指さす。すると、そこに大きな星がぶら下がっていた。義彦が取ってやると、 星はふらふらと夜空に戻っていったその様子を見て義彦と里子はまた大笑いしたのだった「感情カルテ」 感情カルテを使ってみた。自分の感情を豆粒みたいなドクタードローンに観測してもらってカルテを作るのだ。自分の感情の起伏を理解して仕事に役立てようと思ったのである。感情カルテを作ってみると自分はこんな時に起こりやすいのかとかこんなことで喜ぶんだなと 自分のことが分かってきた。これはいい、と思った僕は、妻にも感情カルテを勧めてみた。君もやってみなよ。妻は首を横に振った。いい。どうしていいって。その過敏な反応にもしかして妻は浮気をしているのでは、と僕は勘ぐった。 僕は妻には内緒で妻の感情カルテを作ってみた。ドクタードローンの作成したカルテを見てみる。なんだこれは。思わず一人でつぶやいた。妻の感情はずっと無の状態だった。そんなことがあるのだろうか。もしや彼女は人間ではないのでは。 と、朝と晩だけ顕著な感情が出現していることに気がついた。それは怒りの感情である。この時間といえば、僕といる時間ということになるのだが。 ルーティンアイスしおりは実家暮らしをしながら都内の会社に通っていた朝母親が怒りながらしおりを起こしに来るしおりは朝が苦手でいつも会社に遅刻しそうになるのだしおりは無意識に起きたり歯を磨いたりご飯を食べたりできるようになりたいと考えた 結果、しおりはルーティンアイスを使ってみることにした。送られてきたキットからマイクロチップを取り出し、そのマイクロチップを舐めながら覚え込ませたいルーティーンを行う。そして、チップを核にして氷を作る。すると、その氷を溶かすだけで無意識化でルーティーンを行えるようになるのだ。しおりは、 母親にお願いして、それをやるべき時間になったら、ルーティンアイスを溶かしてもらうことにした。例えば、起きるべき時間になったら、起きて着替えをするルーティンアイスを溶かしてもらう、といった具合である。ルーティンアイスを導入した結果、しおりは遅刻をしなくなった。しかし、ある日、事件が起こった。その日の昼、 自宅で冷凍パスタを食べようとした母親が手元を誤りルーティンアイスをすべて床にぶちまけてしまったアイスはみるみるうちに溶けて取引先に来ていたしおりは取引先が出してくれた水で歯磨きをはじめ顔を洗ってしまったのである取引先の会議室にしおりの叫び声がこだました 帰ってきたしおりは母親に猛抗議した。最初は謝っていた母親も次第に腹が立ってきて最終的には、じゃあ自分でやりなさいよと大声で怒鳴り二人は冷戦状態に陥った。二人の凍った空気は溶けるまでまだ時間がかかりそうである。